ここしゅんさんこの辺りをドーンと打ったんですよ。だから右じゃなくて左なんですよ。左なんですね。言うたらこう布団の凸凹が分からずに布団の上に正座するというか椅子に腰掛けみたいな感じがこうグンと下にこうで後ろにドーンと、そうそうそう、深い椅子とかこの柔らかいところは大丈夫だけど、同じ姿勢をとってると辛いですね。辛くなってきますね。わかりました。はい、よし、今落語のお稽古もビデオじゃなくて今はもうスマホで撮らなあかんね。スマホで自分を映して自分で自分の芸見て、あ、ここおかしいなと直せる時代、昔はそれが言ったけど今はもうスマホ で、ね、1時間ぐらい動かしても大丈夫。もちろん家やったら電源つなぎっぱなしは何分でもできるからね。これでね、ショーンさん、針取れました、はい、はい。これで一回動いていただいていいですか。どう下に、あの、さっきみたいになんか違和感出そうな感じ、今治療前と比べて、あ、なんかすごい軽くなりましたね。動きが楽になりました。異常に、分からん、そんな、ここかな。そうですね、大丈夫です、僕が分かってたら大丈夫です。そうそう、これですよ、翔さん。多分ここだって背中って見えてるより見えてないもん、うんうん、これで多分翔さん楽、あ、だいぶ違う気がしますわ、うん、とりあえずこれで動いてみてください。で、今日も、うん、今よいしょ、うん、これで針抜けましたから、うん、動くの、そうそうそう、また肩してね、また肩します。あ、とりあえずは今日の痛なったいうのはこれでかなり抜けてます。抜けてますね。ゼロにはならないですよ。7割ぐらい抜けます、うん、そうそう、7割8割抜けりゃ OK です、うん、まあバランスが悪いって言ったらバランスが悪いのが普通になってるからね、妊婦さんは、うん、このバランスの悪いのをいくらかでもちゃんと取っとかんと、なんかすごい痛くなったりとか、すごい体調悪くなったりとか、なんか歩いててなんかすぐ疲れたりとかするから、バランスが悪いとね。だからバランスが取れてると割と楽に歩けるし動けるし、そんなにしんどいこともないし、うん、ちょっと通しておきますねこれね。あとお腹も調整しますね。みゆちゃん手は横で、ちょっと後ろからごめんね。はい、お腹触ります。はい、これでみのちゃん頭、はい、僕にトーンと預けて、そうで上体、はい、上体も全部預けてもらっていいです。はい、そのまま、はい、また後ろに倒れますよ。はい、後ろに倒れます、倒れます、倒れます、倒れます。背中丸くなってもらってもいいです。そうそうそう、あ、頭も預けたの、そう、そんな感じで、今日が34週、また2週間後、2週間、うん、で35週超えたんで、次からはまたじゃない、次からは安産整体、いいお産迎えていただけるようなそういう治療をしていきますから、はい、はい、楽しみになさっていてください。ところで光ってる、そうそうそう、ぐーっと伸ばされて、で分離とか滑りとかヘルニア狭窄の人が意外とこれ気持ちいい、うん、これで楽だと思う。あ、さっきより動きます、うん、はい、場所行ってるし、場所行ってるでしょ、はい、今度この外側ね、ね、はい、こっちはこれで楽になったから、はい、今度外の調整ね、そうですね、やっぱりなんか詰まってるような感じが、うん、そうそう、本当のところが詰まってたからね、絶対使いすぎや、うん、働きすぎですな、
律筋が張ってるよね、本当に。よし、はい、はい、これでもう一回ベッドの上で結構ですから、ちょっと動いていただいていいですか。どうですか、腰は。楽です。楽ですか。うん。あ、左が楽。ああ。はい、先生、はい、これ今ですね、針でアプローチされてますけれども、うんうんうん、これはどういった目的でされてるんですか。ね、これはね、ツボで言うと腎湯っていうツボですよね。はい、まあ、年齢的にも60歳ぐらいですし、はい、まあ、関節系がちょっと傷んでらっしゃるいうことなんで、まあ、腎湯のツボを取っていって、まずは調整湯目的でやってるはずなんですよ。あ、はい、はい、だ、痛いところも取っていってあげて、はい、で、痛みのその周辺の筋肉も取るとかね、はい、で、動かしにくい、関節も動かせるようにするとかね。なるほど。してあげないと、はい、痛みが取れたけども動きにくいっていうのが残っちゃってますから、はい、こんな感じでこう全部取っちゃう。あー、なるほど。はい、妊婦さんなんてめっちゃ腰、股関節、体重かかりますからね。はい、先生、これでもね、がっつり股関節開いてるじゃないですか、はいはいはい、で、やっぱり妊婦さんなので、うん、結構こういった施術を怖がるその先生でいらっしゃると思うんですが、先生の場合は全然大丈夫な感じですか。全然大丈夫ですよ、もう妊婦さん。もう妊婦さんの体のメカニズムを知ってちゃんと治療すれば、はい、妊婦さんはね、絶対我々治療科がね、見ないとダメですよ、はい、うん、病院では見てくれないし、はいはい、そうですね、でも見てくれないし、はい、今まで行ってた治療院が、いや、妊婦さんだからダメですよなんて言われたら、妊婦さん行くとこなくなっちゃいますからね。なるほど、うん、これもいわゆるその安産整体みたいなものなんですか。そうですね、安産整体に近いですよね。こうやって股関節にアプローチするとお腹、赤ちゃんの通り道がね、はい、確保しやすくなるんです。これもまあ安産整体のテクニックの一つです、はい、先生、これは今、はい、どういった目的でどこにアプローチをされてるんですか。さっき両足持ってたのは、はい、この患者さん L の4番5番の分離滑りなんですよ、はい、でちょうど4番5番のところに牽引加わるように両足引っ張ってて、はい、で今こっち左の側関節のこれ調整ですね、はい、どうしても足首の方もこう体重のかけ方が右左違ってますから。なるほど、はい、はい、